パリ五輪、柔道混合団体、決勝、3日、シャンドマルスアリーナ。前回の東京大会銀メダルで、悲願の金メダルを狙う日本は、決勝で東京五輪金メダルのフランスと再戦し、3対4で敗れ、2大会連続の銀メダルに終わった。選手は涙を流し、謝罪した。日本が3対1で王手をかけて迎えた第5試合の男子73キロ級では、 個人66キロ級2連覇王者の阿部一二三が本来1階球場の男子73キロ級銀メダリストのガバと対戦8分を超えた死闘となったが8分52秒に救い投げを浴びて一本負けに終わったガバは3分11秒で先に指導2つを浴びその後も終始阿部が攻め立てる展開が続いたがなかなか3枚目の指導が提示されなかった 死闘は3対3でゴールデンスコアによる代表戦に、ルーレット抽選による階級抽選で、90キロ超級、斉藤率、リネールに決まった。今大会を含め、個人で金メダル3回の実績がある絶対王者リネールを相手に、本戦で敗れていた斎藤がリベンジを狙ったが、羅城を崩すことができず、6分26秒の死闘の末に大内狩りで一本負け。 フランスの英雄の巧みな柔道に再び屈した。国際柔道連盟 IJF のインスタグラムはフランスの優勝を伝える投稿を行ったが、コメント欄はさまざまな言語で批判が殺到。本当の勝者は日本、日本4-1フランス、マジでルーレットが、ランダムに、プラス 90kg を選んだ、はずべき審判と、偶然のルーレット、とても不公平、恥を知れ。 ひどい審判だった、ランダムじゃないだろう日本は尊敬に値するなど世界中から反響が集まっている。